ボルズはヌミで製造、トヨタブランドで販売していたクロスオーバー SUV タイプの自動車である。トヨタと GM が共同開発したモデルであり、生産はアメリカ合衆国カリフォルニア州にある両社の合弁会社であるヌミで行われていた。日本へ正規輸入されていた唯一のヌミ製の車種である。なお、GM ではポンティアックバイブとして販売され、北米トヨタでは 姉妹車のマトリックスが2013年まで販売されたバイブのプロトタイプは2000年1月、デトロイト北米国際オートショーで2002年の2003年、モデルイヤーとして発表された。スポーツユーティリティワゴンと呼ばれるスタイリッシュな純、SUV 風、ハッチバックのデザインは、若年層がターゲットであった。企画当初から日本向けにも供給されることが決まっており、 日本仕様のボルツは翌2001年10月の東京モーターショーにて披露された。ボルツ2002年7月から販売を開始。キャッチコピーはストリート遊びと。主なグレード展開は2種で 2WZE 型エンジンを搭載した Z ベースモデルの S がラインナップされていた。1.8リットルの1 w z タ f e 型エンジンは 駆動方式ごとに125馬力と132馬力の2種類の仕様がラインナップされていた。カローラシリーズなどに採用されている MC プラットフォームをベースにし、背の高い SUV 風のスタイリングが与えられていた。排気量は1.8リットルで、駆動方式は FF と 4WD が用意され、Z にはセリカなどに用いられていた 2WZGE 型エンジンに6足。 マニュアルミッションを組み合わせたスポーティー版もあった。全幅 1775mm の3ナンバーボディであった。形式は E130 型を名乗っていた。日本でトヨタから販売された仕様のデザインはマトリックスではなくバイブに準じたものであった。しかしながらパーツ数は非常に少なくカローラ系のパーツを加工などすることで取り付け可能であった。ただし、 パーツ自体はボルツ専用品ではないために本来、発揮する機能は発揮できないようであった。主に9台メカローラ系のシャシーと共通であり、部品類は9台メカローラから流用可能。エンジンは日本国内主流の 1WZFE。エンジンが共通なので、エンジン系の部品は流用があった。また、車高調、マフラーなど多くのアフターパーツは、 日本国外向け販売にとどまった。日本国内では2002年8月にスプリンターカリーブの後継者としてネッツ店で販売され、目標販売台数は月間1500台と発表された。しかし、価格帯が変わったことや一連のアメリカ社にありがちな独特の大味なスタイリングが思いのほか評価されなかったこと、逆輸入車へのマイナスイメージなどから販売実績は振るわず、 ユーザーに敬遠されていた。2004年4月のトヨタビスタ店との統合を機にわずか1年9ヶ月程度で販売終了となりモデル消滅となった。車の知名度もそれほど高くなく、クロスオーバーというジャンルの割には人気が低かった。そのため販売台数はかなり少なく、販売されていた2002年8月から2004年3月までの登録台数は9012台であった。 その時点では、トヨタメガクルーザー、トヨタ 2000GT、トヨタオリジン、トヨタ 1600GT、4代目、トヨタソアラ、トヨタプロナードに続くと、また、初年度登録から10年以内に廃車になった個体や、中古車の流通も、ロシアのほか、東南アジアやごく一部の新興国へ、並行輸出された個体も、決して少なくないため、2020年現在、 日本国内に残存する個体は大変少ない。ボルトからの造語、ありがとうございます。